おはようございます。本日は、私アイちゃんのオールバックシッティングについてご説明していきたいと思います。まず初めに用意するのはこのヘアオイルと濡れた髪です。全部濡らしてくださいね、このような感じで。ではまずこのオイルをですね、全部で4から5プッシュ私はします。ではまずオイルを全体的につけていきますよ。3日ぶりのシャンプーだから髪の毛キシキシするかもしれない。はい、続きましてこちらを使っていきたいと思います。トリートメントジェルとピースウェットオイルワックス。まずトリートメントジェル、こちらは固まらないタイプのジェルですね。はい、手のひらでうんちを作ってください。こちらですね、内側からつけていきますよ。根元にワックスがしっかりついていないと時間が経つと膨らんでしまうのでしっかりつけてください。内側から外側と順番につけていきます。続いてまして、 C ランク上くらいのジェルを使っていきます。これはちょっと固まるタイプです。固まるというかパキパキって固まるんじゃなくて、その確認すんじゃねえ、こっち見て。接力はあるけど、接力はあるけどパキパキにならない、バキバキにならないタイプです。こちらもたっぷり使っていきます。オールバックっていうのはですね、もう髪の頭皮に密着させるスタイリングですので、とんでもない量のワックスを使います。髪の頭皮に密着させるの。こちらもですね、手のひらにうんちを作ってもらっていいですか。はい、こちらも内側からつけていきましょう。オールバックっていうものはね、内側からね密着させていかないとね、浮いてきちゃうんでね。浮いてきたオールバックっていうのはダサいので、しっかり密着させてください。手のひらで舐めるんじゃなくて、猫の手でたくさん手串を通すイメージでね、形を整えていってください。本日はね、ハロウィンナイトに行くということで、かっこいい感じにしていきたいと思いますよ。はい、完成です。どうでしょうか。簡単ですね。濡れた状態で放置するのはもう良くないです。何ですか。頭が蒸された状態でね、放置するということはくちゃになっちゃうから、特にね、寝るときは絶対乾かしてください。お客様にはね、時間ないときはパーマのお客様とかね、そのまま自然乾燥でいいですよ。言いますけど、髪のことを考えたらドライヤーを使うべきです。時間がない方は使わなくてもいいですよ。中割りしっかりケアしてくださいね。でちょっとね、ドライヤーする前にこう少し粗めの、これはちょっと密度細かすぎるんですけど、粗めのコーンでね、毛並みを整えてあげるとよりね、綺麗な仕上がりになります。最近ですね、髪の毛を赤髪に変えました。ユニバに向けて何かしたいなって思って、今回はみんなでアダムスファミリーっぽいお洋服を着ていこうっていうテーマになったので、じゃあ赤にしようということで。これさ、シンプルにさ、全員オールバックっておもろかった。しかも色違いいいじゃん、色違いのオールバックはい、いかがでしょうか。ドライヤーするとね、より密着したのがわかりますかね。私こんな感じですね。今日はね、しっかりメイクをした状態でまたね、完成形を見ていただくと思うので、時間を巻き戻す、早送り。こちらは外になりますが、それでは前髪ありとオールバックの写真を比較してみてください。こんな感じで2種類の髪型を楽しめるので、ぜひやってみてね。ではこの動画を見て、あ、私もスタイリングオールバックやってみようって思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。ふざけすぎてよく分からなかったって思ったら、ぜひコメントしてね。ではまたねー。